おねしょ打線会が始まる覚悟の準備をしておいてください。に対する大きいお友達の反応集。理由はもちろんお分かりですね。僕が次回でついに本格的に話に参入するからです。覚悟の準備をしておいてください。そんなに住んでいる間に入るつもりは毛頭ないので炎上しないでください。お先に謝ります。ごめんなさい。せめてお話を見てから判断してください。問答無用で叩かないでください。慰謝料の準備は考えておきます。ただ考えてみてください。ここまで仮脚本です。きっとこれからも闇にどこかの深さのタイミングの間に入ってぶち込まれることは多分ないのでは。バタフライとのペアは完全してください。いいですね。でもなぁ、今のところ見えてる主要メンバー全員とのおねしょ適性みんな高めに見えるんだよな。もちろん翼くんかっこ仮の性格とか次第だけども、礼儀正しい僕っ子で常に周りのお姉さんを立てるとかだったら逆に人気出そうだから平気平気。そのまた僕の生意気系な面が少しでも強く見えたら袋叩きもありえるな。礼儀正しく素直ない子だったら空見てて微笑む良いコンビ。マシロンギガールつながりでの格上げ杯はズモガナなんだよな。広がる深い意味深。いや待て、素直系だけではそれはそれで空ちゃんとかぶりまくってよくないのでは？何かいいアクセントはないか？天然でないだけで空ちゃんとの差別化はできるぞ。接触クソガキがお姉さんたちの空間に染まってすっかりただのいい子ちゃんになっちゃう性癖なのでクソガキ期待。次回予告で余裕そうだったり黄昏れてるの見るとクソガキさん方面の予感はしている。空ちゃんステイ。空ちゃんこんな顔するんだ。俺たちはまだまだ空ちゃんを理解し始めたばかりなんやなって。おもちゃでのキュアウィングの工場はわりかし穏やか中性系だった。女の子よりの美系男子かける年上お姉ちゃんの組み合わせだから、人気が出ないわけないって孔明が言ってました。ナイスチュー。逆に全員揃っての水着会が楽しみすぎるぞボカー。女性チーム、しかも成人が混じってる中にショタを入れるならこういう展開を期待してるんだよな。いやいやショタじゃないから人材だから、オスのペットを一匹混ぜたところでなんともないだろ、そういうこと。果たして夏恋でのツーペアの行方は？果たしてツーペアで済むかな？マジして抜きだとしても。まさか、ハイパーすごすぎおばあちゃん。あるよ。まあどういう生態だろうとバタフライ姉さんがいじくり主導側なのは察せられるから気長に見守りましょうや。男女の仲も無理もいくとこまで言ってる。2作品の続編も決定してるし、今のうちに体勢をつけておくのも大事では。なんでみんなそんなにアゲはちゃんと翼を絡ませたいの？そんなにおねしょた好きなの？うん、大好きさ。正直性別はどうでもいい。尊いならなんなら男の子同士でもいい。しかしねえ、我々はプリキュア女の子ヒーローガンバイで主張してきているのだから。東映アニメーションの筆頭株主さんがおねしょたに寛容なんじゃないんですかね、適当。これからの日朝は合法的なおねしょたが摂取できそうで楽しみ。おねしょたは違法だったのか。マリタクはマリちゃんがめちゃくちゃ空気読んでくれてたな。アゲハお姉様に惚れそうな夢女子だから心からおねしょた喜べなさそう、辛い。拙者マシロンの奪い合いになるくらいなら慣れないおねしょた確定の方がマシ侍。おねしょたって派だからキュアウィング君単体の絵、みたい。広がるスカイプリキュア、毎週日曜日朝8時30分から放送中。